どうも、クライアント奏者なおです。今日はちょっと心の問題というか、はい、考え方の問題をお話ししていきたいと思います。今日の話題は嫉妬心という話題ですね。まあ楽器にやってるとね、非常に起きやすい感情なので、その点についてねお話ししていきたいと思います。ということで、でまずはじめにね、メンタリスト DAIGO さんの素晴らしい動画があるので、そちらも紹介させていただきたいと思います。動画のタイトルなんだっけな、嫉妬を前にに進む力に変える心理学という動画の30分ぐらいあるんですけれども、ぜひご覧いただけたらと思います。で、まあここではね、やっぱり楽器のチャンネル、クライアントのチャンネルですから、まあ楽器に関してのお話とか、まあそれ以外にも自分の経験してきたことをお話ししていきたいと思いますけれども、まあ DAIGO さんの動画の話を要約すると、嫉妬心っていうのは自分が何か欲しいものですね、何か自分が得たいものを得られない時に起きる感情だそうです。まあ実際そうですよね。例えば楽器が上手な先輩がいて、まあ、先輩じゃない、同級生がいてさ、でその人がコンクールでこうソロコンでこういい賞を取った時に、自分にはないものを持ってるから、それに対してすごく嫉妬すると思うんですね。で、なんであの人なんでだよみたいな感じでなったりとかね、あの時は私の方が上手だったのにとか、まあ、そういう近い関係の時に起き得る感情なんですね、嫉妬心というのは。で、嫉妬心があった時に、それは自分にないものだから、それを得るために力を変えてね、例えばまあ先輩でも同級生でもいいですけれども、そのすごく楽器が上手な人がいて、でそれに対して嫉妬心を持って、あーって思った時にですよ、本来だったら私もあの人のような賞を取りたいとか、あの人のような実力を持ちたいっていう力に変えて努力をするとか、まあ努力っていうとあれだ、自分はあんまり言いたくないんだけど、まあ楽器に夢中になるとか勉強をするだとか、そういうことに行動がいけばいいんですけど、大半の人はその人の悪口、陰口を言ったりとか、愚痴を言ったりとか、まあインターネット盛んですから、有名人に対しては叩いたりして、引きずり下ろしたりして、世の中からね、それで自分のその嫉妬心を解消しようとするんですね。だけれども、それって自分が成長する上で全くもって無駄な行為じゃないですか。なので、それって意味ないんですよね。だからね、そこの嫉妬心を持つこと自体は私はあんまり良くないと思ってるんですよ。無駄な感情だと思ってる。で、嫉妬心って何で生まれるかっていうと、人を上と下で見てるからなんですよ。ね、人を上と下で見なかったら嫉妬心って生まれないんですよ。だって何も感じないでしょ。自分がと同じ人間が何かこう、例えばお金を稼いだとか楽器ですごいことをしたってなっても、まあだからっていう感じになると思うんですよね。誰かが階段を上がってるように見えるから嫉妬心ってすごく起きると思うんですね。人のことをあまりそういうふうに見ないと、ああそうなんだ、おめでとうって素直に言って終わりだと思うんですよね。ああ、あの人すごいな、頑張らなきゃ自分もってなると思うんですよ。嫉妬心という感情にならないですよね。なのでやっぱそこら辺がね、嫉妬心っていうのの、まあ、良くないところなのかなって思ってしまうわけですよ。で、自分はその楽器のこともそうですし、まあ、自分の楽器に対してのアンチとか、まあ、ジャスラック問題に関してもね、いろいろやってますけれども、まあ、最近サボってて申し訳ないんですが、あの問題に関してもやっぱすごくその、まあ、叩かれることは多い。まあ、楽器もそうですよね。で、自分の活動もそうだし、何やってもやっぱ叩く人は一定数いる。まあ、ジャスラックに関してすごく多いけれども、で、あれってなんで起きるかっていうと、まあ、自分のこのチャンネルもそうですよ。ね、お前なんかがっていう感情だと思ってるんですよ、私。私なんかがっていう、私ね、なおなんかが、お前みたいなやつがっていう感情なんです。これでどういう感情かっていうと、自分より下のやつが目立ちやがってとか、うまくやりやがってとか、ふざけやがってとかっていう、まあ、そういう感情なんです。これで嫉妬心なんですよ。で、それに対して、やっぱ自分が、上なはずなのに下のやつがなんか出しゃばってるから叩きたいっていう感情なんですね。これジャスラック問題に多いんですけど、まあでも自分のチャンネルもそうかな、もう多いですかね。まあ最近叩く人いなくなったんですけど、数の力って怖いね。チャンネル登録者数がある程度一定数超えたら叩く人いなくなったんですよ。本当にファンの皆様ありがとうございますって感じですけれども、はい、まあそこは置いておいて、まあそういうことなんですよ。なので誰かを陥れるってことをしてる時点で、それは自分より下に見てるからなんです。これはもう断言できるんです。
だからそれをやめちゃうと嫉妬心って起きないんですよ。これ、ね、世の中のいじめもそうですからね。いじめとか、うん、なんだろう、まあ週刊誌でなんか叩いたりとかいろいろあるじゃないですか。世の中いろんな、まあ、有名人がなんかやらかしたとか。でも実際にそれってただ成功してるやつらがを妬んで、成功してる人たちを妬んで、やつらって言っちゃいけないですね、人たちを妬んでる人たちがバーって強い力で負のオーラでその人を引きずり下ろしてるだけなんですよ。それって嫉妬なんですよ、根の感情は。だから本当は嫉妬って自分のやりたいことを見つけるすごいチャンスなわけで、それ大悟さんも言ってるんですけど、自分が得たいもの、獲得したい能力を見つけるチャンスなんですけれども、それが負の方に働いてしまってるから、そういう人たちは一切夢を叶えることができないんです。自分のやりたいことを見つけることもできいや見つけることはできるかもしれないけど、自分のやりたいことをこう掴むことができないんですね。なので自分本当に自分がああなりたいこうなりたいっていう未来があるのであれば、嫉妬心は持たないか、持ってしまったらそれをプラスの方に力を変えるっていう行動を取らなくちゃいけません。これはまあ楽器に関しては特にです。なので本当にね、身近な人にほど嫉妬心は抱きますから、その人に対してどう感じてどう考えるかっていうところをしっかり意識してもらえれば楽器は上達するし、まあ本当はねそんなこと考えずに、自分も前言ってた通り楽器に夢中になってれば絶対うまくいくんですよ。楽器っていうのは楽しんで夢中になってればそんな感情を持つ必要性ないんですよ。悔しいとかね、あと悔しいとか妬ましいとかもそういう感情ですよ。本当にいらないんですよね。音楽ってそういうもんじゃないですから本来ね。で大体ね、人をまずこう下に見るっていうことをね しちゃうんですけど、知ってる人たちで、楽器が上手な人ってあんまりいないですね、周り見てて。プロの人たちも含めてですよ。で有名になってるいろんな人たちも、まあ、有名、音楽だけじゃなくて、まあ、芸能でも何でもビジネスでもそうですけど、有名になってる人で人を下に見てるって人っていないですよね。なんていうのかな、客観的事実を言う人はいますよ。例えばね、厳しいこと言う、まあ、ひろゆきとかそうですけども、すごく厳しいことを言う人はいますけれども、実際にそこで何かこうその人たちを見下してるとかバーカバーカみたいな感じで言うことはないですよね。それはだってそういう感情は湧く必要性も何もないですからね。なのでそういう感情を持ってしまう時点で自分がまあ成長できるチャンスっていうのを逃してるんじゃないかなって、まあ感情が湧いた時にうまくプラスに持っていける人はまあそれはうまくいくんですけど、例えばまあお金持ちに対して嫉妬心を抱くって結構多いんですよ、世の中でね。まあ中高生とかまだ分かんないと思うんですけれども、まあ大人になると結構多い。でその嫉妬心を抱く対象っていうのは大抵身近な人ですよね。まあそれか本当にまあ有名な人に抱くこともあるけれども、その有名な人と自分が年齢が近かったりとか能力が近かったりするとやっぱりその嫉妬心を抱くと思うんです。でそれに対してね、どうこうその行動しない方がいいと思うんですよね。そのなんかこう負の感情をこうぶつけるような何かこう、ね、インターネットで悪口書くとかさ、ツイッターでこうリプで嫌味を言うとかね、そういうことをやってると、自分自身がダメになってきますからね。本当に人間って面白いんですよ。本当にすごい上の人に嫉妬心って抱かないんですよ。例えば私がさ、孫正義さんとか、ホリエモン、まあ自分はもともと嫉妬心わかんないけど、ホリエモンとかに、ホリエモンさんって言っとこうか、ホリエモンさんって言いづらいな。まあいいや、ホリエさんに、嫉妬心抱くかって言って抱かないですよね。その昔の自分だとしても、昔はちょっと自分も嫉妬心抱いてる人間だったんですけど、昔の自分がじゃあそういう人たちに、嫉妬心抱くかって言って抱かない。だって届かない人には抱かないですよ。でその届くと思ってる相手に抱くんですよ、嫉妬心って。だから多分大悟さんは、まあそこまで言ってはなかったんですけど、大悟さんは嫉妬心力に変えればっていうのは、届く目の前にいる目標だからなんですよね、嫉妬心を力に変えた方がいいっていうのは。なんで基本的には嫉妬心という感情を思い浮かべたら
あの自分も頑張ろうとか自分も勉強しようとか自分も練習しようっていう風に持っていくと非常にいいと思いますよ。まあ湧かないようにするのが一番いいかなと思います。湧かないようにできるんで、あのね、大悟さんはできないって言ってたけど私はできると思ってるんで、私がそうだから自分が証明なんで、うん、なのでそこら辺はねあんまり意識しないで生きていった方が楽ですし、あの純粋に楽器を楽しめればいいんじゃないかなって思いますけどね。自分20代の前半ぐらいに嫉妬心ってすごく抱いてました。20代前半後半ぐらいかな、まあ半ばぐらいかな、そこぐらいまでですかね。で、なんで抱かなくなったかっていうと、まあ、自分の人生ですごくこう絶望的なことが一個ポーンってあってさ、それにがあった時にもう嫉妬心とかっていう感情が吹き飛んじゃったんですよね。あともう一つあったのが、その後にまあビジネスで小さな成功をしてそこそこのお金を稼いだっていうところもあります。そうすると心に余裕が出るので嫉妬心って湧かないんですよ。で、嫉妬心って基本的に心の余裕のない人の感情なんですよね。で、それって別にお金を持とうが持たないが、持たなくても言えてないですね。持たなくても嫉妬心っていうのはコントロールできて、心に余裕って別にお金があろうがなかろうが、そして楽器がうまかろうが下手かろうが関係ないんですよね。自分の考え方一つなんです。自分が、人と比べることをやめようって思うだけで、でそれをきちんと実行することで、毎日それを意識して実行するだけで嫉妬心というのは一切なくなります。嫉妬心というのは人と比べるから起きる感情だから、ね、なので人と比べないってことは以前動画でお話ししたと思います。でそれをきちんと実行できればこの問題は一切解決しますよっていうお話ですね。はい、まあこんな感じでちょっと長々と喋っちゃいましたけどね、自分の心っていうのはコントロールすることは非常に難しいです。感情っていうのは湧き出てしまうものなんで、なので湧き出た時は DAIGO さんの動画の通りにやればいいし、湧き出ないようにしたいんであれば人と比べないっていうことを意識する、毎日そう思うだけでいいです。私人と比べるのやめよう、自分のために生きようって、ただそれだけで、楽器だけじゃないですね。今日の話は人生うまくいきますよってお話ですね。で、うまくいかないことはたくさんあります。それは人生においてね、なかなかこう自分の思い通りにいかない時はあるけれども、人と比べることをやめるとその時にただなんていうのかな、負の感情はなくなるんで、どうしよっかなぐらいな感じになれるんで、ぜひぜひね、その辺は意識してみてください。これ大切な生き方のお話になっちゃいましたね。大切な生き方の、自分がなんか偉いこと喋ってるみたいですけど、そんなことないんですけどね。はい、なので、まあ、その辺意識して普段からね、いろいろ生活に役に立っていただけたらと思います。ということで、今日はちょっと楽器というか、まあなんかすごく大きな話になってしまいましたけど、楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、その他サブチャンネルもやってるんで、気軽に登録フォローいただけたら幸いです。あと DAIGO さんの動画もぜひぜひご覧いただけたらと思います。ということでね、はい、今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。